コンコルギア軍はアメリカ合衆国ルイジアナ州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は2万822人であり、2000年の2万247人から2.8%増加した。軍庁所在地はビデイリア市であり、同軍で人口最大の町でもある。コンコルギア軍はナチェズショート試県に属している。フログモアマウンド遺跡。 フェリーデーのアメリカ国道84号線沿いにあるコンコルデア軍となった地域にはヨーロッパ人の開拓が始まる数千年前から様々なインディアン部族が住んでいた。マークスビル文化、トロイビル文化、コールズクリーク文化及びプラーク民文化の人々が地域全体に集落やマウンドを築いた。著名な例としてはサイプレスグローブマウンド、デプラトマウンズ、フログモアマウンド遺跡、 ラマークランディングマウンドがある。コンコルディアという軍名はラテン語の調和を意味している。南北戦争の間。コンコルディア軍は頑強に南軍を支持した。歴史家のジョン・ D ・ウィンターズはその著書、ルイジアナにおける南北戦争でコンコルディアをプランテーションが支配的な軍3月初旬に南軍に対する異常な愛国心を示した。 戦中に結成された三個中隊に仕官した者は、誰でも100ドルの報奨金が支給された。隣接する片方ラグンで結成された二個中隊のどちらかに、加わった者には報奨金50ドルが支払われた。この報奨金のために5万ドルの資金を手当てする案が、住民投票にかけられ、志願兵の家族の救済のためには4万ドルが手当て、された。と記している。 北軍がこの地域を解放すると、軍内のプランテーションは、黒人労働者を雇用することに関する、お役所仕事に影響された。土地の賃借人も所有者も労働に関する規制が、実行できないものであることが分かった。コンコルニア軍は、伝統的に民主党支持だったが、2008年の大統領選挙では、民主党候補、イリノイ州のバラク・オバマが3766票。 39.5%しか得られなかったのに対し、共和党候補、アリゾナ州のジョン・マケインは5668票、59.5%を獲得した。2004年の場合も2008年と同様、共和党候補の現職ジョージ・ W ・ブッシュが5427票、60%を得たのに対し、民主党候補、 マサチューセッツ州のジョン・ケリー上院議員は3446票38%に止まった。地方役員の選挙では民主党が圧倒しており、共和党は滅多に戦える領域に達していない。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は749平方マイルであり、このうち陸地696平方マイル。 水域は53平方マイルで、水域率は7.05%である。コンコルニア群は完全に農業用を置積想定地である。和下川が西側境界を流れ、レッド川が南側境界、ミシシッピ川が東側境界になっている。三つの河川には大規模な堤防が施されている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 コンコルディア軍ズ、コンコルディア軍教育委員会が地元の公立学校を運営している。ありがとうございます。